視聴者の皆様、ソウルレジェンド5という神ゲーをご存知でしょうか。おそらくこの世界の9.9割知らんと思う。うん、だって僕が作ったゲームやから。RPG スクール MV トリニティっていう、Amazon のレビューとか見たらすっこぶる評価が低いクソゲー。うん、このクソゲーで僕が作った RPG やねんけど、僕の手を施せばクソゲーが神ゲーになります。まあその僕が作ったソウルレジェンド5、もうついに5作品目ですよ、ソウルレジェンドも。うん、この超大作 RPG が。で、このソウルレジェンド5を、自分で実況解説していこうと。うん、まあ黒歴史を黒歴史にさらすっていうド M やけどな。まあ RPG やから、キャラクターの、まあ、トークとかもあんねんけど、僕が全部アフレコ、アテレコします。いい時は全部キャラ演じ分けるから、めちゃくちゃ気持ち悪いです。まあ、キモいと思うけど笑って。で、なんかあったら、その都度僕が説明とか補足入れていくから、うん。楽しめるような、僕自身が楽しめる動画を作るから、必然的に視聴者のみんなも楽しめるはず。うん。じゃあやっていくわ。ニューゲームをしたらこれ始まるから。オープニングから始まんで。ほんまに、結構作り込んで神ゲーって自負してるから。いく、ナレーションから始まるで。祝福されし世界、アルバーン。魔法石戦争を経て、戦争の遺産の一つである魔法石と冒険者と呼ばれる新しい世代の若者たちが世界を支える時代を迎えるのであった。ある時は世界に名を轟かせる最強の戦士、またある時は民衆に親しまれるヨルズヤとして、冒険者はアルバーンを駆け巡り、そして魔法石の力を使い、この世界を支えるのだ。なんか世界って単語めっちゃ使ってるよな。あれなんかダサくね。うん、いい、でも気にしたらあかん、気にしたらあかん。仮にダサくても、僕はここに自信を持ってるから、誇りを持ってるから、別にええねんこれで。あまりにも動画編集してておかしかったら修正するけど。魔法石、50年前にカリハ族が見つけた不思議な力を持つ石。力を解放すれば凄まじい力を手にすることができ、まさに魔法の石である。この魔法石が今では形、使用用途を変え、冒険者をはじめ様々な人々にとって必要不可欠なものとなっている。しかし、そんな魔法石の未知なる力を求め、悪さを企む者や世界を支配しようとする者さえもいる。国民や魔法石とは縁のない数多くの人々からは不満な声が上がるほど恐ろしいパワーを秘めているものだ。いや、我ながらこの文の長さもちょうどええよな。50年前、魔法石戦争。三国が魔法石の力を求めて一斉にカリハ族の地へと踏み入れ、世界は戦乱の渦に飲み込まれていった。カリハ族はなすすべもなく、三国の強大な力によってねじ伏せられてしまい、一族は破滅した。しかし、そこから戦況はさらに悪化。三国が魔法石を我がものにすべく争いを繰り広げるのであった。多くの死者を出し、世界が混乱している中、魔法石はカリハ族の人間でなければ力を解放することはできず、戦争はあっけなく終わり、魔法石もただの飾りと化してしまった。戦争の代償として、魔法石からほんの少しの力を蓄え、誰でも簡単に魔法の力を使うことができるように改良された小さな魔法石が世界中に広まり、今では数々の冒険者や兵士といった多くの人々に生活の一部として使われ続けている。それが現在の魔法石の形である。なんかさっき褒めたんはいいけど、ここ長かったな。読むんギリギリやったわ。うん、音読ベースがだん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 上がっていくのはもう自分でもわかるもんな。そして月日は流れ、ここにもまた一人冒険者として旅に出る若者が。
このコトルっていうのがこのソウルレジェンド5の主人公で、まあ、キャラクターのイメージは僕自身をそのまま、まあ、生き写しじゃないけれども、まあ僕の描写を、描きました。はい、僕の描写を描いたって日本語おかしいな。まあ、僕自身です。どうも、まあ、僕です。ペグチンです、こいつ。はい。僕は大丈夫だから心配しないで。世界のいろいろなものを見たらまたここに帰ってくるからさ。あんたの大丈夫は大丈夫じゃないの。キャセはあんたが本当に一人で生きていけるかが心配よ。もうそんなにかほごにならなくても、僕はもう子供じゃないんだからさ。母さんは心配しなくてもいいよ。親はいつだって自分の子供に対して過保護になるものなのよ。そろそろ船が出発するから行かなくちゃ。また村に戻ってくるから、それまで待っててね。それじゃあ。僕の名前はコトル。ふるさとのガルゴン村で警備兵の仕事をしていたが、辞めてしまい夢を追おうと思って冒険者になった。別に仕事が嫌になったとかではない。ただ単に平凡な毎日に飽きてきただけだ。冒険者になって違った毎日を楽しみたい、そんな軽い気持ちで冒険者になった。まあこのコトルっていうのが、まあ今の回想文で言うてた通り、ガルゴン村というふるさとで警備兵の仕事をしてた。でもまあこの新しい時代に、まあ、自分もちょっと冒険者としての生活を、冒険をしてみたいということで、心機一転一人で旅に出ることにした若者、それがコトルでございます。まあちょうどね、このゲーム僕作った時に、あの働いてた職場を辞めて転職したんよ。なんかちょうどその時の自分の描写と重なってんねんな。うん。ただ嫌になったわけとかじゃなくて、新しい毎日日々を過ごしたいってためで僕転職したからその時の心情がまんまこのゲームに描かれてる。ここがパルトリズム、今まで見たことない大きな国だな。あとイントネーション間違えたな。今まで見たことのない大きな国だな。僕の冒険者としての人生がこれから始まるんだな。この大陸を冒険する前に家をどこかで借りないと、この町でどこか空き家を探さなくちゃということで、まあこの王とパルトリズム王国っていうね、国にやってきました。でこのパルトリズム王国っていうのが、まあこのゲームの始まりの町でもあって、まあここを拠点に、まあいろんなところを冒険するっていうお話ですあのパルトリズム王国に関してこの国のなんか説明をすると、あのいろいろと口走りすぎたらネタバレになるから、あんまり喋りたくないねんな。だからあんまり喋らんように説明したいねんけど、とりあえず王都です。でもこうやってあの村人町人に話しかけたらいろいろヒントがもらえんねんけど、この世界のことに関するヒントとか、この物語を補足するような会話がいろいろ聞けんねんけど、でここアイテム屋ねんけど、あのお金を持ってへんねん。冒険始めるって言うてんのに、あの一文なしで冒険始めてるからさ、この人これ設定ミスでもなんでもないねんけどなでこれ城の兵隊さんに魔法石戦争について勉強熱心なお方がいるそうじゃって、これも後々の伏線になったりするから、こういう会話も、うん。まあドラゴンクエストとかファイナルファンタジーで街の人を隅々まで会話する人にとったらなかなか面白いゲームだと思う。でここで、RPG の攻略のヒントが教えてくれる。暗闇状態を治すのが目薬でも、この付近には暗闇してくる魔物なんて現れないから買っても意味ないかなっていう。暗闇状態の説明をしてくれんねんけど、アイテムの説明でも、ここの付近に暗闇にしてくるモンスターがおらんから別に買わんでいいよって、知識だけ入れといてねっていう僕からの親切心です自分で親切心で言うとキリないよな。で家を探さなあかんねんけど、この子こうして井戸の中をずっと見ていたら吸い込まれそうな感覚にならない？僕病んでるよなこれさ、
作ってちょっと手ほどきした時にバグがないかとかな、誤字がないかとかで調べてて、この子に話しかけるやんか、なんか当時の自分病んでたんかなと思うような、こんなセリフ見たらちょっと闇が深い RPG ってことでもないねんけどな、うん、でこっち行ったら、ここにこいつ、この人に話しかけたらイベントが発動するから、ちょっと後回しにして、あ、これ説明しようか。この魔法陣が上に乗ったらセーブできます。セーブポイントです。で、まあ、とりあえずファイル1にセーブしようか。でセーブし、この魔法陣がダンジョンとか至るところにセーブポイントとして置かれてるから、まあ、これ見つけたら踏んでセーブしておくのが基地、僕のゲームは、うん、神ゲーやから、神ゲーやけれども頭使わない死ぬゲームやから、このゲーム僕のボス戦とか戦闘バランスは頭使わない死ぬから、脳筋でもクリアできるようにはしてるけど頭使わない死ぬから、うん、でここ居酒屋で、RPG の居酒屋って情報収集ができる、なんやろな、定番みたいな場所やんか。でこの人マスターに話しかけたら、こうやってこの国について、魔法石について、この世界についてっていう説明を聞くことができる。で結構ですって選んだら終わるけど、まあ、とりあえずせっかくだから見ていこうか、この国について。この国はパルトリズム王国という名前の国です。はるか600年前、初代パルトリズム王がこの土地を開拓し、町を発展させたことがきっかけにできた国と伝えられております。現在は17代でも、17代目王ヤブーカパルトリズムが今はこの国を仕切っております。ちなみに女王様であるリアナパルトリズムとの間に生まれた子供ラウルパルトリズム王子、彼がいずれこの国を支える王となることでしょう。何か他にお話ししていきますか。魔法石について。魔法石とは50年前にカリハ族という古い民族が見つけた、それはそれは不思議な力を宿した宝石です。魔法や特殊な技、さまざまな力を秘めており、身につけているだけでその力を使えるようになるという優れものです。お店などに出回っている魔法石の原石から力を取り、魔法石の原石から力を吸い取り大量生産したもので、とても微弱な力ですが、それでも我々に与える力としては十分なものとなっております。まあこれが魔法石の説明、うん、でこの世界について。この世界は通称アルバーンと呼ばれていて、2000年ほど前に時空の歪みでできた世界の一つと言われています。今は3つの国、パルトリズム王国、サブミナル帝国、そしてリブジナル連邦、三国が争い、時には協力を行い、世界中にはびこる魔物たちと共存している、そんな世界がこのアルバーンです。まあこの僕自身、このソウルレジェンド4、5、6、7と作っていくときに、なんか世界のつながりとか欲しいなとかと思って、意味はないけどなんかこういう世界観についての説明とかを必死に考えとった。だからソウルレジェンド今これ5やけど、6作るときはこの世界の2000年後、3000年後みたいな、ね、なんやろ、ファイナルファンタジータクティクスと12のイバリースの世界線がつながってるみたいな、なんかそういうのを描きたかったっていうのがあって、ああいう設定を作った。うん、けどまだ6も7も作ってへんからもういつかいつか伏線回収するためのネタとして置いてる。で、あとはもうここ適当に酒場で飲んだくれてる人と話しかけるだけやねんけれども、まあ、あとは特にないです、イベントは、ここは。まあ、あっちに怪しい階段があるけど、いずれ来れます。いずれ来れます。うん。また来た時に説明します。で、ここがね、RPG お約束の、どっかでイベントを作動させやな、通られへんっていう当選簿。ダメだ、意識がない。どうやらこの近くの魔物にやられたみたいだ。金を死ぬまで運んで、手当てしやらないと。こんな入り口で倒れんなよって思うよな。だいたいポケモンのさ、最初の何老人、ものモンスターボールポケモンの捕まえ方教えてくれてる老人、そんなとこで倒れんなよっていう、あれをまさに描いてます。トキワシティやんな、あれな、ポケモンな。で、ここは魔法石戦争で戦没した人たちの墓場じゃ。わしの夫が戦争中に出兵してそのまま帰ってこんかったのじゃよ。重いめちゃくちゃ重い、うん、でこいつに話しかけたら、傷ついた体を癒す神バルキリー、彼女は戦没者たちをいつまでも守り続ける。まあこいつだけ話しかけられるっていうな、他を話しかけてもお墓とかは全然
反応ないけれども、こいつだけ話しかけれる、そう、何か伏線があるのではないかっていう考察を入れといて魔法石なんてなければ祖母や祖母が亡くなることなんてなかったんだ。ちょっとここ重いな、やっぱり重いな、僕病んでたなこれ作ってる時なうん、病んでるわ、うん、なんか重いよな全体的に空気が、この世界、うん、明るく作ったはずやねんけどな。じゃあイベント進めようか。お、あんたも冒険家のお方かね。やっぱりいいえってやったら、そうかなら用はない、めっちゃ冷たないお、あんたももうこれを言うたな。でこれを入ってやったらイベントが、進んでいきます。よかったらわしの家を使ってくれないか。わしはしばらくこの町を離れることになってしまったのだよ。わし以外誰も住んでなくて、家を開けっぱなしにするのももったいなくてな。せっかくならわしが帰ってくるまでの間誰かに使ってもらおうと思ってな。よかったらどうだ。本当か、ちょうど家を探せたからすごく助かる。おお、そうか、それなら早速自由に使ってくれても構わんぞ。ただわし自慢の築10年のマイホームだ、傷つけるのだけは許さんぞ。それじゃあわしは転勤先に行くとするよ、家のことはよろしく頼むぞなあ、マジで演じ分けてる自分の声キモくない？うん、声変えてるんはいいけどさ、全部変な声やもんな俗に言うイケボとかカワボ全然出されへんからな。ラッキーだな、とりあえず中に入ってみるか。でここでコトル、家無事手に入れることができました。しかもタダでこうやって家手に入るってすごいよな、羨ましいよな。うん、なんか大阪でこんな家ないかな。ほう、いい家じゃん、この家がタダで使えるんだろ、もう最高じゃん。関西人やからさ、ジャンってつけるのめっちゃ違和感あった。適当に家の中は探索して、何しようか、街の外も行ってみたいな。でこの家入って、この宝箱、これ調べたら1000グラン、グランっていうのがこの世界の通貨、お金の単位です。入るんやけれども、他人に早速家貸してもらって、その他人の家物色して1000円持っていくってさ、ドラクエより合格非道やんなまあこれであのアイテムにはちょっと行きますか。でこれ家外出たらイベントが発動します。なんだ今のは、もしかして隕石？隕石が降ってきたのか？西の森の方に落ちたぞ。うん、行ってみようぜ。西の森に隕石？この町にやってきて早速楽しそうなことが起きてるみたいだな。僕も今の隕石の落ちたところに行ってみよう。なんか日本語おかしくない？僕も今の隕石の落ちたところに行ってみよう。だ関西弁やんこれ、思い切り。でこのイベントが発動したらここ通れるようになってんねんけど、まあ先にアイテム焼いて、回復アイテムとかそういうの買っていきます。やっぱ RPG の鉄則、ポーションとか薬草とか回復アイテムは買っとけ。何個買う？7個ぐらいでいいか。で、まあ、毒消しもこんだけ買っとけばもう問題はないと思う。うん、きっと大丈夫。でこれ×ボタンでダッシュできんねんけど、ダッシュしすぎるとなんか動画がカクつくねんなこれ。でこの子に話しかけると、動画でポーションと毒消しは買った、街の外に出るなら必ず買ってからの方がいいわよっていう、あの親切な説明をここでしてくれる、うん、からちゃんとポーション変えようっていう圧ですこれがちゃんと RPG してるやろほんまに。でこれフィールドマップはここでいつでもセーブができるけど、こういう街とか男女の中ではセーブができひんくなってるから、あのセーブポイントじゃないとセーブできひん。でもフィールドマップはいつでもセーブができる。まあこれもあの FF の、なんやろな、 FF って昔そうやな、フィールドでしかセーブできひんもんな昔のとかで、なんかセーブポイントが男女のちょこちょこあって、まあそのシステムを思い切りパクってきただけです。で西に行ったら森があんねんけど、その前に北に行ってみたら何があるのかっていうのをまあ軽く、まあ、探索がてら説明しようかなと。でこういうフィールドも全部自分で作りました。めっちゃ楽しいよ、フィールド作るのめっちゃ楽しいで、ほんまに。隕石が落ちてパルトリズム付近を封鎖しているところだ、スマンが引き返してくれって言って、まだ通りませんちゃんと通せんぼしてます。
で、こういうちょっと山とかもちゃんと通られへんようになってんねんけど、R2 ボタン押したらこうやって壁抜けできます。テストプレイやからな。あ、なんか不具合とか見つけたら、あのいつでもこうやってあの壁抜けできるから。で、次これ、南か。南の方に行くと、橋と建物があんねんけど、モンスター現れたな。早速戦ってみようか。とりあえずホトル今レベル1で、この能力。あとでステータス見せようか。で、スライム A と B。スライム、まあ、あの定番ですね。うん。しょっぱなに現れる雑魚モンスターじゃねえけど、強くない？ 17 とか普通にダメージ与えてくるけど。16、合計で 32? うん。1ターンで32ダメージ減るって考えたら、ちょっと強くない？強くない？もう HP 半分ほど減らされてんねんけど、ちょっとこいつミスりすぎやねんけど、ホトル。攻撃基本命中率は 95% に設定してるから、まあ、言うたら 5% で外す設定やねんけど、あまりにも外しすぎてる。やばい、ちょっとポーション使って回復するわ。うん。じゃあ、普通に強いねんけど、戦闘バランスこれミスってる？いや、ミスってのはミスってのは、絶対ミスってのは大丈夫。自分信じていこう。で、経験値、スライムが3か、1体倒したら3手に入るから、2体倒したから6経験値、手に入りました。で、ここは、パルトリズム王国、さっきのパルトリズム王国と、で、居酒屋で聞いてた、サブミナル帝国っていう国の国境です。で、その国境やねんけど、まあ、こっちもまだ行かせたくないから、当選簿してます。で、セリフはさっきのやつのコピペです。で、これが国境の管理人の家です。まあ、なんか、老人って感じの家やろ。さっきすごい揺れがあったが、近くに隕石が落ちたのじゃな。パルトの兵士たちが太陽に追われておるみたいじゃのーって言って。で、こっち行ったら裏口に繋がってんねんけど、ここに宝箱、マジックレベル1。まあ、これは、まあ、今説明したらややこしくなるから、後々、はい、説明します。マジックレベル1。まあ、どういう意図があって、あそこに、ここに、この宝箱アイテムを置いたのかっていうのも、また後々説明させていただきます。今説明するとほんまにややこしくなるから。で、ここパルトリズムの森です。西の森のことです。で、ここでも一悶着あります。はい、ここから先立ち入り禁止。今調査中で危険だから、見たい気持ちもわかるか、引き返してくれ。お願いだからちょっとだけでも見せてくれよ。なんだ、通れないのか。隣の女の子に目つけられます。で、この女の子が、まあ、リンって名前やねんけど、このリンちゃんも、このアソウルレジェンド5のパーティーメンバーの一人です。はい。で、キャラのモチーフは誰かって言ったら、特に考えてへんかってんな。うん。ただ、なんとなく入れたかったってだけ。うん。元気で明るい子、うん、この条件のなんか女の子がちょっと一人パーティーメンバーに入れたいなと思ったから、この子採用しましたって感じです。なんと、とにかく元気で明るい子です、このリンって子は。ねえねえ、君も冒険者？もしかしてこの先の隕石を見に行きたいの？せっかくだから見に行ってみたいかな。よかったら私と一緒に見に行かない？私この先に行く抜け道を知ってるの。でも一人だと心細くて。噛んだ。いいの？じゃあ僕でよかったら同行させてもらうよ。ありがとう。私はリン。よろしくね。僕の名前はホトル。よろしく。じゃあついてきて。必死に女の子の声を出そうとしてるけどさ、出てへんよな。この先を進めばこの森の奥に進めるの。ちょっと遠回りだけど、隕石の墜落現場に私たちだけ行けちゃうんだよ。あ、でもここにも魔物が現れるから気をつけてね。あ、そうそう、魔法石は使ったことある？魔法石？ないかな。というか持ってない。そっか、コトルは剣を装備してるから、この魔法石だね。はい、これあげる。剣技レベル1をもらった。これは？これは魔法石の一種。この魔法石の力を自分の体に吸収させることによって、いろんな魔法や技が使えるようになるの。
まあ、習うより慣れろってことで、メニュー画面を開いて装備から今あげた魔法石を自分に装備してみて。わかった。わざわざありがとう。じゃあ、魔法石を使ったら進みましょう。リンが仲間になった。わあ。と、大丈夫？怪我はないか？ありがとう。ちょっとつまずいちゃった。ここら辺足場が悪そうだもんな。気をつけて進もうな。うん、そうだね。っていう優しさアピールです。気持ち悪い。で、このリンが仲間になったと同時に魔法石、剣技レベル値っていうのを、これか、もらいました。で、この剣技レベル値とは一体何なのか、このこう装備でコトル、まあ、とりあえずコトルな、今回は。これ魔法石、これ魔法石レベルこう6まであって特殊魔法石もあんねんけど、このレベル1にこのさっき手に入れたマジックレベル1でこの剣技レベル1っていうのが装備できるようになんねん。で今アビリティ、まあ、技コトルはこのテスト魔法やちょこれ存在忘れて今これテスト魔法以外何も覚えてない状態でもこの剣技レベル1を装備したら、このマジカルショックと気泡山というこの2つの技を使うことができる。まあ言うたらこの魔法石は技とか魔法を、装備してるようなものですね。例えばこれを他にもこれ剣技以外にもいろんな種類があんねんけど、例えば魔法やったら魔法レベル値とかあったらその魔法レベル値に応じた技が使えるようになったりとか。で技はいらんと、俺は魔力、魔法力をもっと上昇させたいんやって人は技を捨ててこのマジックレベル1っていうのを装備させたら魔法力がこれ今21から22に上昇するってわけ。ただほんまにこれを装備してしまうとさっきのアビリティが使えなくなるから、まあ育成の幅を、キャラの育成の幅を、まあ、広げていこうかなと思ってこういう選択肢をつけました。でちなみにこの剣技っていうのはこのブロードソード、片手剣を装備してる時しか使えません。だから今これリンはブロンズナックルっていう爪を装備してんねんけど、そうやな、このブロンズナックルを装備してる時にこの剣技を装備させてもリンは使えません。チャクラっていうこの爪を装備してる時のみ、使用できる技、チャクラってあんねんけどこれしか使えません。剣技は装備させても使えません。なのでちゃんとこの剣技レベル1は剣を装備するキャラに装備させて、物語を進めていきましょう、キャラクターを成長させていきましょうっていう魂胆やねんけど、仮にここ今コトル剣外しました。でリンにブロードソード持たせました。でこのリンに剣技レベル1を装備させたらもちろんリンも剣技が使えるようになります。こういう風にキャラ一人一人に個性をもう僕が決めるんじゃなくてプレイヤーに個性を決めてもらおうっていうことで、まあこういう何でも装備に縛りをなくしたゲーム、なくした RPG に僕は仕上げてます。まあとりあえず僕はセオリーに進めていくっていうか、もう僕が考えたバランスで僕のその思惑通りの進め方をで進めていきたいから、とりあえずコトルに今は現状この剣を装備させてやっていきます。ちなみにステータスこんな感じです。サーは攻撃力はコトルが高くて防御力はリンの方が高い。で魔法力、魔法防御はまあどっこいどっこい で俊敏性がこのリン革の靴装備してるおかげで68、16とズバ抜けて高いっていう現状となっております。じゃあ進んでいこうか。でこのパルトリズムの森は今の目標は、その隕石の墜落現場にこっそり行こうっていう、目的になっております。なので隕石の墜落現場行きましょう。でもちろんここも歩いてたら魔物がエンカウントするんやけれども、僕1枚のマップを何枚も何枚もつなげていくんじゃなくて1枚自体を大きくしてそこに何だろう、もう凝縮させて凝縮させてって、マップを切り替えるための読み込み時間をちょっと減らしたかったのと、容量が結構その作り方だとかかるからってことで何枚も何枚もマップを作ってしまうと、
容量節約のために、あの 100×100 マスぐらいのマップを作って、でそこに、まあ、大体1つのダンジョン、最初の方は10分から15分、で終盤にかけては2、30分、40分ぐらい滞在できるようなマップを作ることを心がけて作ってました。はい、だからこのパルトリズムの森もこれ B ボタンを押したらダッシュできるけど、まあダッシュしなかったら10分20分ぐらいかな、20分ぐらいかな、うん、で攻略できる、ボリュームに仕上げてます。でその中でやっぱマップの探索もしたいから、でも広いからこそ僕自身迷路作るのが好きやから、あの迷路仕立てにしたいから、やっぱいろんなとこ調べたくなるようなマップ構造にしたいからっていうことで、あのエンカウント率をすんごい低めに設定してるんですよ。だからあの僕みたいにルート知ってる人が一直線でそのままゴールまで進んだら、レベルがあの後々低くて足りひんくなるっていう事態に陥ることがあんねんけれども、まあの普通に宝箱全部取りに行ったりとか、こっち何があるんやろうって寄り道していったりしたら、寄り道していたり してたら、あのそれなりにちゃんとした適正バランス、適正レベルで物語を進めていくことができるようなバランスに、はい、仕上げております。まあ、ただただ説明口上でちょっと長ったらしかったと思うけれども、難しいところは補足で僕が編集で文字としてテロップとして書き起こしてます。あ、今手に入れたこれスライム肉っていうのは、あの戦闘中にのみ使用できる回復アイテム、 HP100 回復します。後でちょっと使ってみましょう。スライム肉っていうのは、あの何をモチーフにしてるかっていうと、ゼノギアスの土の子肉やったっけな、何やったっけな、土の子肉か、あれ、うん、をイメージして作りました。あれって戦闘中でしか確か使われんかったはずだね、うん、でそれをそのまま持ってきたって感じ、うん、言うたら丸パクリです。まあそんな感じ。あ、ちなみにこのね、回復アイテムのポーションも、あの名前の由来はその FF です。うん、ポーション、ハイポーション、エクスポーションって、あの完全に FF パクってますので、はい。いや、言うてんこのソウルレジェンドって FF リスペクトの RPG やからな。1、2、3、4作って、5これで作ったけど、6も今作ってるからな。うん、ただこの5を完全に完成させてから6は真剣に取り組もうと思ってるから。RPG スクール、ゲームボーイで最初1作って、で2が、あのあれ、え、2が宇宙人田中太郎やわ、うん、あ、ゴブリン出た、ゴブリン、このゴブリンがあのレベルじゃわ、1体でしか登場せえへんけど HP と攻撃力が高めに設定されてる敵だから、結構強いな。で、じゃあコトル、このスライム肉使おうか。スライム肉は使用者がしか使われへんから、例えばリンがコトルに使ってあげるっていうことはできひん、ただコトルが、コトル自身、自分自身にしか使われへんから、このスライム肉は、お、会心の一撃強い、スライム肉使われへんかった。経験値13手に入ります。結構おいしいね。で、あの成り行きでも僕もルートを知ってるからこっち進んでも出るけれども、あのこっちにね、レバーがあるんですよ。でこのレバーを調べて倒したら箸が現れるんですよ。意味わからんよな。何の突拍子もなくいきなり箸が現れるんで、意味わからんよな。なんならそれぐらいのなんか水たまり超えていけって思うけどな、うん、でこっちに行くとさっきの入り口につながってんねんけど、ブロッキングかけてます。あの行かれるとまずいので。なんならこの2人今兵士に内緒でこっちに来てるので。でこの先に進んでいったらまたゴブリンか。あのね、もう1体、もう1グループモンスターを作ってるんですよ、魔物。そいつの紹介をしたいのに、そいつらが出てきてくれへんから紹介ができひんねんな。ちょっと紹介したいから、そいつらとエンカウントするまでちょっとカットしようか。うん、あとゴブリン強えわ、やっぱお前。お、強えわ、やっぱり強すぎるやろ。戦闘バランス悪くないと思うねんけど、これでいいねん、ちょうどやねん。あ、レベル2になったから最大 HP もだいぶ上がったやろ。コトル220になって、リンは245になって、あの最初のうちはインフレがすごいと思うねん、能力値上昇が。でレベル10過ぎたぐらいからまあそれなりのバランスになってくると思うけど、最初めっちゃインフレしてる、能力値上昇が、うん、それだけ先言うとく。
まあ、これぐらいが面白いかなと思うねんけどな。来た来た、あ、キラービーか。お前も忘れとった存在。でもお前じゃないねん。キラービーは攻撃の HP 低いけど、あの素早さが高いから先制攻撃されるよっていうモンスターねんけど、リンが速すぎて一撃で倒しました。あの画面の右にバトル、何だっけ、ログウィンドウか、あのどういうイベントでどういうことが起きたかっていうのをちょっとあの表示してみた。でさっきの苦戦してたゴブリンがこのレベル2になったことによって、どれぐらい楽に戦えるか、はい、まあ、見ていただきましょうか。まずはもう倒しました。レベル1からレベル2に上がるだけでここまで強くなれる。まあただこれにも意図があって、レベルアップの成長を、喜びを実感してほしいと思ったから、これぐらいのバランスに最初はしてみた。だからちょっとインフレさせてるけれども、ちょっとは調整、あのインフレしすぎやんように調整はしてるけども、能力値だいぶインフレしてると思う。ゴブリンチーフか、お前もおったな、忘れとったわ。あのさっきのゴブリンの上位互換です。結構強いです。防御力も高いです。攻撃力はそこまでか。でも結構強いな。こいつ倒したら経験値何ももらえるっけな。全然覚えてない。15か、いやっす。出てきてほしいモンスターが出やんから、もう物語進めるわ。全然出てこへん。人が倒れてる。めっちゃ鼻声。鼻から抜けた声。おい、生きてるか。反応ないね。死んじゃってるのかな。あ、反応があった。よかった。まだ生きてるみたいだけど。ねえねえ、この人をどこか安全な場所に連れて行かない？魔物もいるし、隕石の近くで危険だから。そうだな。安全な場所。あ、僕の家に連れて行こうか。コトル、家持ってるの？まあ、僕の家じゃないけど、僕の家になったというか。何それ、複雑そうな事情。でも家があるなら頼るしかなさそうだね。家に行ってもいい？この人から話も聞きたいから。ああ、いいよ。急いで連れて行こう。数時間後。ああ、どんな声にしよう。お前たちが。お前たちが俺を助けてくれたのか。ちゃうな。お前たちが俺を助けてくれたのか。ありがとう。礼を言う。ううん。目立った外傷もなかったから、大事にならなくてよかったよ。大事か、どっちや。ねえねえ、隕石の墜落現場にいたってことは、隕石を見たんだよね。どんな感じだったか詳しく教えて。怪我人にそんなガツガツいきなり聞かない方がいいと思うけど。あ、ごめんごめん、つい隕石のことが気になっちゃって。私も冒険者としていろいろと気になっちゃうから、つい。隕石か、聞いてもいいが、俺は何も答えられはしないぞ。うん、どういうこと。その俺、こうなる前の記憶が何もないんだ。え？隕石のこともよくわからない。それに俺自身の名前もわからない。全部がわからないんだ。記憶喪失？隕石の衝撃でこうなっちゃったのかな。ねえねえ、あなたがそのつけてる、え、あなたがつけてるその指輪は？これか。なんだろうな。何か文字が書いてあるが、文字が書いてあるが。本当だ。カロンって書いてあるね。もうこれさ、カロンってあのスペル間違ってるかどうか合ってるかめっちゃ自信ないねんけど、ちょっと今調べていい？あ、やっぱ間違えてるわ。 CHARON や。カロン、名前か何かかな。
そうかもしれないね。俺はこれからどうしたらいいのだ。あ、よかったら一緒にこの世界を冒険しないか。冒険していくうちにもしかしたら記憶を思い出す場所があるかも。冒険していくうちにもしかしたら記憶を思い出す場所があるかもしれないからさ。冒険。私もついていく。せっかく2人と出会ったんだから一緒に冒険したい。そうか、冒険か。記憶のない俺はどうすることもできないから、しばらくお前たちの世話になろう。あなたの名前だけどカロンって呼んでいいかな。名前がないと冒険しにくいと思うから。ああ、好きに呼んでくれ。よし、じゃあ決まりだね。どんな冒険が待ってるのかな、ワクワクするね。さて、最初はどこに行く？どこか良さげな場所あるかな？何も考えてないのか。冒険家の冒険って特に予定も立てずに自由気ままに旅したりするものじゃないの？なんだか先が思いやられるな。北に行けば村があるから、まずはそこに行ってみようよ。そこで何かカロンの手がかりを探そう。カロンが仲間になった。で、ここで3人目の仲間カロンが、パーティーに加わります。はい、カロンが装備してる武器がダガー探検です。まあ、これもまた後々、説明していきます。まあこんな感じでね、物語進んでいきます。そしてキモいアフレコが始まります。うん。まあ次回も楽しみにしといて。次回はね、北の村に行ってこのカロンの記憶喪失の手がかりを、まあ、探そうかっていう話やねんけど、あ、ちなみにカロンもキャラのモチーフは何も考えてないねんけど、今後そのカロンっていう名前の由来意味と後々の物語のストーリー性が僕が意図せずとも繋がってしまってんのよ。点と点が線に結ばれてしまう、繋がってしまってるのよ。そこがちょっと面白いから、まあ期待しといて。また